再開いたします。中村八春君。おはようございます。沖縄自民党の中村でございます。通告書の質問する前に一言所見を述べさせていただきます。去った2月24日ロシアがウクライナに侵攻して1年が経ちました。この1年いろんな形で私たちは、報道で、ウクライナの国内の悲惨な状況を見ることができたんですけども、火が追うたびに民間のアパートやマンションにロケット弾が着弾し、国民が被害を受けている、この状況を鑑みておりますと、果たして平和外交がどこまで通用するのか疑問に思う日々であります。外交が破綻した途端にこのような大国が隣国に侵攻し、自国の軍隊をウクライナに派遣して破壊行為、そして殺戮を行っている、この状況を見ると、国連の在り方、そしてアジアにおける今の状況、ぜひとも私たちは政治家は考えていかないといけない環境に今あると思っております。ぜひとも、もちろん平和外交が第一でありますけれども、それが破綻した後に、私たち政治家は何を備えていくか、それも同時に考えていかないといけないと考えております。それでは、通告書に基づいて質問をさせていただきます。平和行政について、括弧1、旧私立海南中学校の調査の状況、進捗状況を伺う。括弧2、沖縄県におけるシベリア抑留者の調査などを伺う。2、那覇港管理組合が進める港湾計画改定について。括弧1、那覇市長や浦添市長は、独自に国交大臣、沖縄担当大臣に要請活動を行っております。知事は要請行動を行いのか、行わないのか、伺います。3番目、第11管区海上保安本部と沖縄県の連携などについて、括弧1、海上保安庁の発表によると、令和4年の海上犯罪の送致に人員のうち最も多かったのが漁業関係法令であり、主に一般の県民によるものとのことである。これは県民が条例を熟知していないことが一因とみられ、漁業者の保護と将来の漁業資源の確保の観点からも、沖縄県はもっと海上保安庁などの関係機関と協力して、啓発活動を行う必要があると考えるが、県の考えを伺う。4、オルク道路、国道506号線の整備での飛び地返還合意の内容について伺う。5、海の安心安全について、括弧1、沖縄県の水難事故はどのような状況にあるか、過去のデータとの比較も含む。括弧2、第11管区海上保安本部と OIS との業務協力に関する協定書調印の内容と、那覇海上保安部と OIS との包括業務協力協定の内容について伺う。括弧3、宮古島では、舞浜ビーチの健全運営及び遊泳者の安全確保のために条例が施行予定と聞いているが、その内容について伺う。括弧4、今年度の水難事故の状況に対して、知事公室、文化観光スポーツ部、土建部、県警本部は次年度の対策予算をどう取り組んでいるのか伺う。括弧5、ライフセービング選手権大会などの沖縄県開催を誘致してはどうか。6、道路や街路樹や樹木の病害虫対策について状況を伺う。我が党の代表質問との関連については、中田博樹議員の1、括弧3、知事の政治姿勢について、那覇軍港跡地開発について、2番目、又吉正義議員の4、括弧2、安全
文書、3文書改定について、沖縄県の自衛隊の現状についてお伺いします。例えば、航空自衛隊那覇基地であれば、スクランブルの数が異常である、沖縄本島と宮古の間にの海峡を中国の潜水艦や空母が行き交っている現状の中で、知事は本当に沖縄における自衛隊基地機能を削減すべきだと考えているのか。次に、5.3、保健衛生健康福祉について、那覇市立病院の建て替え事業の状況について伺います。聞くところによりますと、ハード交付金の配分は、ハード交付金の配分はもう決まっていると思うが、那覇市が望む額よりカットされているのではないかと懸念している。那覇市の要望額より減額になっている場合は、その理由を聞く、以上でございます。知事、玉城デニー君。中村英春議員のご質問にお答えいたします。那覇港管理組合が進める港湾計画改定についてのご質問の中の両括弧1、那覇港港湾計画改変等の要請についてお答えいたします。私は昨年10月に開催されました全国港湾知事協議会意見交換会に出席し、那覇港について港湾計画改定に係る技術的助言等の支援、新港埠頭地区における老老専用岸壁の早期整備、臨港道路若狭港町線および浦添第一防波堤延伸等の着実な整備推進を国に要請をいたしました。沖縄県としましては、港湾計画改定に向け、引き続き那覇港管理組合と連携して取り組みを進めます。その他の質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。子ども生活福祉部長、宮平美智子さん。平和行政についてのご質問の中の括弧1、市立海南中学校についてお答えいたします。県では平成29年度に厚生労働省から移管された国立公文書館資料のほか、県公文書館保管の資料を調査し、同中学校出身者の遺族等への聞き取り調査票を確認することができましたが、学徒動員の実態を把握することはできませんでした。空襲下で学校単位での動員ではなかったことや、聞き取り調査等でも把握ができていなかったことなどから、学徒動員数等が不明とされたものと思われます。戦後77年を経た現在において、その明確な理由を特定することは難しいものと考えております。同じく括弧2、シベリア抑留者の調査等についてお答えいたします。旧ソ連における戦後強制抑留者の調査については、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13条により、国において実施され、毎年度その内容が公表されております。国においては、旧ソ連から帰還した方の聞き取りや、留守家族からの未帰還届等に基づく調査結果として、抑留者約56万1000人、抑留中の死亡者を約5万3000人と推計しております。都道府県ごとの抑留者数については把握していないとのことですが、沖縄県出身の死亡者数については、国のホームページにおいて106件と公表されております。以上でございます。
農林水産部長、崎原森光君。第11管区海上保安本部と沖縄県の連携等についての括弧1、海上保安本部と連携した漁業関連法令の啓発についてお答えいたします。県では密漁防止対策として第11管区海上保安本部、沖縄県警及び関係漁業団体等と連携し、合同パトロールを行っております。また一般遊漁者への漁業関係法令の周知につきましては、遊漁者からの漁業法等に関する問い合わせに丁寧に説明するとともに、県のホームページに同法令を分かりやすく解説した冊子を掲載し、また各漁港において、補助事業を活用して同法令を周知する看板を各地先に設置するなど、その周知に努めているところであります。県としましては引き続き捜査関係機関等と連携し、密漁防止対策に取り組んでまいります。続きまして6、街路樹や樹木の病害虫対策の状況と対策についてお答えいたします。令和4年12月末時点における県内のマツクイムシ被害量は2301立方メートルで、令和3年度の被害量1954立方メートルと比較して1.2倍に増加しており、特に久米島町では 3.6 倍に増加しております。このため県では令和4年2月に県及び久米島町の関係行政機関並びに有識者による久米島町マツクイムシ防除対策会議を設置し、収束に向けた防除戦略を策定しております。防除対策については当該防除戦略に基づき被害木の分布状況や立地条件等を勘案し、景観上重要な松林や幹線道路周辺の松林等について重点的に取り組んでおります。また五重の松や長竹松並木等の貴重な松の防除対策については久米島町及び同町教育委員会と連携し、薬剤散布や時間注入による予防対策を行うとともに、周辺被害木の徹底駆除を行っております。以上でございます。知事公聴、加賀昇君。4、オロコ道路国道506号整備での飛び地返還合意の内容についてお答えいたします。オロコ道路整備に失礼いたしました。内容についてのご質問のうち、オロク道路整備における飛び地返還についてお答えいたします。去る2月16日日米合同委員会において一般国道506号オロク道路整備のための道路用地等として使用するため、自衛隊那覇基地の敷地内に所在する嘉手納飛行場の一部土地約3300平方メートルを返還することが合意されております。沖縄防衛局によりますと、当該土地には米軍が管理する通信施設があるため、返還にあたっては当該通信施設を那覇港湾施設に一時的に移設する。ただし那覇港湾施設の浦添市への移設に際しては通信施設は別の場所に移される。通信施設の一時的な移設に伴い当該施設と連接して運用されている八重岳通信所の施設の更新が必要となるとの返還条件が付されているとのことです。次に5、海の安心安全についての括弧4、水難事故に対する知事公室の次年度の取り組みについてお答えいたします。知事公室では水難事故防止に係るワーキンググループを開催し、海の安全啓発ツールの開発など各機関が実施すると実施する取り組みについて意見交換を行うとともに、
県民観光局への周知方法など、新たに見えてきた課題について、解決方法等の協議を行っております。また、令和4年12月に意見交換を行った一般社団法人沖縄ライフセービング協会と、事故防止にかかる体制強化のための取り組みについて認識を共有しており、ワーキンググループへの参加についても同意をいただいております。令和5年度は、令和4年度で見えてきた課題を解決するため、各機関と連携しながら取り組んでまいります。次に7、我が党の代表質問との関連についての括弧に、自衛隊に対する見解についてお答えをいたします。令和3年度の自衛隊機の緊急発進回数は、全国で1004回、そのうち南西航空方面隊が652回となっております。また、令和3年度に中国機が沖縄本島と宮古島の間を通過した公表回数は12回となっており、令和2年度の4回と比較して大幅に増加しているとのことです。県は日米安保体制や専守防衛のための最低限度の自衛力の保持を理解する立場ではありますが、沖縄の基地負担の軽減は、米軍と自衛隊を合わせて考える必要があると考えております。以上でございます。警察本部長、鎌谷晴樹君。安心安全についてのご質問のうち、括弧1、水難事故の状況についてお答えをいたします。過去3年間の水難事故の状況について、昨年分は暫定値になりますけれども、ご説明をいたします。発生件数は令和2年85件、令和3年94件、令和4年106件と、毎年増加で推移をしております。また、罹災者数はそれぞれ103人、139人、143人と、これも毎年増加で推移をしております。死者・行方不明者数は43人、45人、42人と推移しており、高止まりの状況にございます。次に、同じく5の括弧4、次年度の水難事故対策や予算についてお答えをいたします。県警察におきましては、水難事故防止対策にかかる予算として、令和5年度は約594万円を計上しておりますが、昨年中、観光客が罹災する水難事故が増加したことを踏まえまして、令和5年度予算においては、広報啓発活動にかかる予算を増額しております。これらの予算を活用し、観光関連施設における啓発活動や、水難救助員やガイドダイバーなどに対する講習会を開催するなど、観光関連企業、団体等との連携を強化し、多角的な水難事故防止対策に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。企画部長、義馬秀君。5、海の安心安全についての括弧の2、第11管区海上保安本部及び那覇海上保安部とオイストとの業務協力についてお答えいたします。第11管区海上保安本部とオイストが平成24年3月27日に締結した業務協力に関する協定は、相互協力を図り、沖縄周辺の複雑な海流や潮流予測の高度化を実現することで、沖縄の海における安全安心な活動等につなげるものと聞いております。また那覇海上保安部とオイストが令和5年1月27日に締結した包括連携協定は、海の安全・安心の向上に資する海洋環境の理解と保全、海の防犯、減災対策の推進など、相互の連携・共同関係を強化するものと聞いております。
続きまして7、我が党の代表質問との関連についての括弧の1、那覇港湾施設の跡地利用についてお答えいたします。那覇港湾施設の跡地利用につきましては、那覇市において平成28年度に跡地利用計画策定にかかる検討体制、プロセス、合意形成活動等をまとめた跡地利用計画策定手順書原案を策定し、それをもとに取り組んでいるところです。県としましては、平成25年1月に策定した中南部都市圏中流軍用地跡地利用広域構想を踏まえた市の跡地利用計画の策定を支援しているところであり、今後とも課題の把握や情報提供に努めるなど、密接な連携を図ってまいります。以上でございます。土木建築部長、下村英明君。海の安心安全について、括弧3、宮古島市が施行予定の条例の内容についてお答えいたします。宮古島市では、海域等利用者の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的に、宮古島市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例を定め、令和5年4月1日から施行する予定であります。条例では、海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するための施策を実施する市の責務や、市長が海域等利用者の安全確保のために必要があると認めるときは、期間を定め、水上オートバイ等、事故防止重点区域を指定できること等が定められております。同じく5の括弧4、水難事故防止対策及び予算についてお答えいたします。土木建築部では、水難事故の発生状況を踏まえ、その未然防止対策として、本島及び離島の海岸において、海浜利用者に対する注意を促す看板等の設置に要する所要額を、令和5年度一般会計予算に計上しております。次に6、街路樹や樹木の病害虫対策の状況と対策についてお答えいたします。街路樹については、近年、マツクイムシや鳳凰木、クチバ等の害虫被害が拡大しており、強剪定や伐採、樹冠注入等で対応しているところであります。今年度は、久米島の県管理道路における健全な松のうち、五重の松周辺の1148本に、樹冠注入による対策を行ったところであります。今後とも適正な道路の植栽管理に努めていきたいと考えております。以上でございます。文化観光スポーツ部長、宮城次義君。海の安心安全についての括弧4のうち、次年度の予算措置についてお答えします。文化観光スポーツ部では、現在マリンレジャー事故防止調査対策事業において、海のハザードマップシステム等の安全啓発ツールの制作に取り組んでおります。次年度は当初予算案に約2900万円を計上し、ホテル空港等での海の安全に関する広報に加え、ビーチや海岸に近づいた際の携帯の位置情報を活用した情報通知等安全啓発ツールの機能改善に取り組むこととしております。また、ライフセーバー等による海の安全講習会を実施するなど、
海の危険性や正しい知識の周知啓発に取り組み、水難事故の防止を図ってまいります。同じく5-5、ライフセービング選手権大会等の誘致についてお答えします。県では温暖な気候等の優位性を生かしてキャンプ、合宿等のスポーツコンベンションの誘致に取り組むとともに、スポーツコミッション沖縄においてスポーツ関連イベント等の受け入れにかかるさまざまな相談への対応や関係機関とのコーディネート等に対応しております。ライフセービング選手権についてはマリンレジャーが盛んな沖縄県においてスポーツコンベンション推進の観点からも魅力的な大会であり、県内のライフガードの技術力向上にもつながるものと期待されます。県としては沖縄県ライフセービング協会と意見交換を行うとともに、スポーツコミッション沖縄と連携して開催条件等の情報収集に努めてまいります。以上でございます。環境部長金城勝君。6、街路樹や樹木の病害虫対策の状況と対策についてお答えをいたします。県内における森林区域外の緑化木の病害虫対策については、所有者または管理者において防除対策が行われておりますが、県では地域に親しまれた名木等を保全するため、沖縄振興特別推進交付金を活用し、市町村が行う赤木およびデーゴへの薬剤を用いた防除対策に対し補助金を交付しております。また町内横断的組織である緑化マトリックス組織において随時効果的な防除方法に関する情報共有を行うなど、関係部局間の連携を図っております。今後も緑化木の病害虫が発生した場合、早期の防除が図られるよう関係機関と連携し防除対策に取り組んでまいります。以上でございます。保健医療部長糸数徹君。7、我が党の代表質問との関連についての括弧3、那覇市立病院の建て替え事業についてお答えします。那覇市立病院の建て替え工事については、令和3年度からハード交付金を活用し、開始しておりますが、入札不落等により、令和3年度は全額を繰り越し、令和4年度は令和3年度繰り越し分の執行にとどまり、令和4年度当初予算分は全額を繰り越すことが見込まれています。このため、令和5年度については、工事の進捗状況を確認の上、令和5年度内の工事に必要となる額を計上しております。以上でございます。質問の途中でありますが、時間の都合もありますので、中村雄治君の再質問は午後に回したいと思います。休憩いたします。再開いたします。中村雄治君の再質問を行います。中村雄治君。休憩いたします。中村英春君。
はい、ご答弁ありがとうございました。質問項目の順番ですね、若干変えますけれども、まず平和行政についてですけれども、先ほど BR 部長はですね、海南中学のこの学徒の件でですね、なかなか資料が確認できなかったという、お答えでしたけれども、これは海南中学の同窓会の皆さんもですね、同じようになかなか公式な、この証拠になるような書類も出てこないということで、同窓会中心に聞き取りをしてですね、同窓会の名簿はあったものですから、一軒一軒、家庭訪問して、実際に戦争で亡くなった方をですね、調査をして、海南賢治の塔という、建立したという経緯があったんですけども、なかなか集団で、学校単位で、その招集されなかった場合はですね、なかなか学徒という、ことにはならなかったというのと、ここで、個人的に行ったということでですね、それはあったと思うんですけど、ただ遺族の方は遺族年金とかですね、その辺の恩をいただいているというふうにあるんですけども、これも担当の職員の方がお見えになったときにですね、個人情報が絡んでいるので、遺族の三親等内の人が調べることは可能ですけど、集団でそれができないというお答えもありましたので、この辺はですね、今日まで、調査してくれましてありがとうございます。ただ、個別にはですね、できるということが、分かりましたので、今年の6月の慰霊祭の日にはですね、また3年ぶりに海南中学の慰霊祭を開催するように今準備してますので、その辺のことはちょっと報告をさせていただきます。あと続きまして2番目のシベリア抑留の件ですけれども、なかなかですね、この死亡者の数は分かっていても、何人がシベリア抑留されたかっていうのは、厚労省のホームページにもですね、各県のこの動員のですね、数は載ってなくて、死亡者の欄しかありませんでした。沖縄県は、106人の方がシベリア抑留で亡くなったと、その中の一人が私の祖父でありまして、たまたまですね、前回11月議会の時に、この質問した際に、琉球新報さんが取り上げてくれましてですね、新聞に出たんですけど、その1ヶ月後ですね、嘉手納の宮里さんという方から電話がありまして、実はこの旧満州第7000部隊将兵の記録というこの冊子をですね、実は機関兵の皆さんで、これは全国のものなんですけども、ありますよということで、わざわざ私の方に、お持ちいただいて読んでいるんですけども、本当にですね、どこで、どういうふうな人のつながりができるのかと、本当に私もびっくりしたんですけども、その中で、11月にですね、祖父の最後を取った方が、トミグスク村のトミグスの市のビンのトーマさんという方がわざわざうちに見えてですね、うちの祖母に報告をしたという話をしたんですけども、そのトーマさんの手記が載っているんですね。たまたまこれにもびっくりしてですね、うちの兄弟、何があるか分かんないねということでですね、77年以上経ちますけども、やっぱり人の縁というかこういうこともあるんだなと思ってですね、また戦後のいろんな課題はあると思うんですけども、特に宮田部長の担当ですので、この辺はですね、しっかりと平和行政の中でですね、いろんなまだ未解決なこともあると思いますけども、ぜひ努力してですね、この歴史の部分というのは常に調査をしていただきたいなと思っております。ちょっと休憩いたします。再開でします。中村雅治君。
質問ちょっと飛びますけども、代表質問の中のですね、南市立病院のハード交付金の件なんですけども、部長の方から、答弁をいただきましたけども、同じ場所で建て替えということでですね、なかなか工事も歪みな事業になっておりますので、不発に終わったとかいろいろビバードの経緯がありましたけども、ただもう40年以上建っている建物ですし、令和7年10月にはですね、那覇市としては市立病院として、開業したいという予定であります。交付金のですね、部分もトータルでですね、多分この事業に対してハード交付金46億ちょっとかかると思うんですけれども、その辺のこの46億2500万という、予算がですね、その通りなのかどうかお答えください。保健医療部長、糸数徹君。はい、お答えいたします。先ほども述べさせていただきました、少し今若干工事の進捗に遅れがございますが、那覇市立病院の建て替えに必要な所要額、今おっしゃいました約46億円が確保できるようにしっかりと調整をさせていただきたいと思います。中村英春君。はい、今年のですね、額は若干減るんですけども、令和6年度にはその減った分をですね、上乗せするということのことなんですけど、それは確かなんでしょうか。保健医療部長、糸数徹君。はい、病院の方から進捗 その計画をいただいておりまして、その年度で必要な所要額というものをこちらとしては予算化しているというような状況ですので、次年度以降もその同じやり方で必要量を確保していきたいと考えています。中村英春君。知事、この那覇市立病院をですね、那覇市民32万だけじゃなくて、近隣の方、また全県から来る優秀な中核をなす病院ですけれども、同級療科でですね、一日も早く建て替え事業がですね、完成するように今、那覇市とまた県と国とですね、やっておりますけれども、ぜひ、この重要な施設ですので、那覇市が希望している令和7年の10月中までにはですね、完成できるように、してほしいんですけれども、知事としてのご意見をお伺いしてさせてください。知事、玉城デニー君。はい、地域の医療機関が遅れることなく、その供養が進められるということは、どなたにとりましても非常に関心の高い事業であり、またその進捗の状況であろうというように思います。県としましてもできる限り入札の不落等によって、繰り越しがあったりはするんですが、できるだけ、その令和7年に向けてですね、必要な予算が得られるよう頑張っていきたいと思います。中村英春君。はい、ぜひお願いします。ハード交付金の中でもですね、特にこの病院事業ですので、コロナの対処もですね、市立病院は大変、ご努力してですね、成果も上げておりますし、また独立法人にですね、なった経緯もありまして、全国的にもかなり高い評価を受けておりますので、ぜひともこの令和7年に向けてですね、父はじめですね、関係者の皆様のご尽力を賜りたいと思っております。よろしくお願いいたします。休憩いたします。再開いたします。中村英春君。はい、続きは11管区の話ですけれども、実は2月の7、8、我が会派を代表して7名でですね、宮古島、あと石垣に、海上保安庁の視察をしてまいりました。尖閣だけがですね、特に、脚光を浴びているというか、あれなんですけど、やっぱ密輸とか、そういう密漁とかいろいろ多岐にわたっているというお話があって、今回この密漁の話をさせていただいたんですけども、
悪質な密漁グループとかと別にしてですね、まあ、たまたま分からずに魚とか貝を取っていると県民が意外に多いというお話を聞いておりますので、これはですね、ぜひ、農林水産部の方でですね、この辺 の啓蒙活動やられているということなんですけども、海上保安庁とですね、また協力してですね、ぜひ、告知をはじめですね、やっていただきたいというのと、あと、休憩お願いします。休憩でします。再開いたします。中村雅君。2月11日の陸新報にですね、釣り人も制限対象ということで、赤人、マクブとかですね、この40センチ未満、35センチ未満は取ったらダメですよという記事が載っていたんですけども、まあ、赤人というのは高級魚でありますし、マクブもそうなんですけどもね、この辺のですね、漁協の皆さんとの協力体制もですね、ぜひ部長の方で、取っていただいて、新たなこういう制限とかですね、規制とかにぜひともご努力していただきたいんですけど、どうでしょうか。農林水産部長、崎原宗光君。議員からありました、赤人とですね、マクブ等の体調制限、もしくは禁漁期間との制定につきましては、これまで研究機関等において、これまでの取り組みによって、どれだけ次元回復したかをですね、基づいて取りますので、これらの取り組みによって、また漁獲量、資源量がですね、回復するに努めたいと思います。以上です。中村雅君。はい、ぜひお願いします。代表質問の関連のですね、那覇軍港なんですけども、まあ、具体的に今、移設先の件が具体的になりつつあるものですから、まあ、主体は那覇市だと思うんですけどね、岸壁を備えている部分がありますので、那覇港管理組合の所管になると思うんですけども、ぜひこの、再開発というか、跡地利用の件でですね、早め早めにこの那覇市とも協議すべきだと思うんですけども、まあ、那覇港管理組合関連ですので、土建部長にですね、この辺の協議の部分、もしできればお答えできます。企画部長なのかな。企画部長、木間秀君。はい、お答えいたします。那覇港湾施設の跡地利用につきましては、市政運営の基本姿勢として、知念那覇市長がですね、2月の定例会で、施政方針を表明しております。まあ、その中で、中長期的には、那覇軍港の早期施設に早期移設を推進して、地権者と連携した跡地利用計画を策定するということと、あと、また主要事業の説明の中でですね、地主会とのご意見性や関係者との連携を深めて、跡地利用の計画策定づくりに取り組むということで、あと産業の進出可能性調査など、さまざまな視点から取り組んでいくということでございました。まあ、県も連携してですね、取り組んでまいりたいというふうに思っております。中村雅君。はい、また那覇軍港はですね、私有地も含め、国有地もだいぶの割合でありますので、これはですね、早め早めにですね、この辺の計画をですね、まあ、地権者、地主の皆さんも いらっしゃいますので、十分余裕を持ってですね、計画を進めてほしいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。続きまして、那覇港の、港湾計画の改定について、質問させていただきます。去る2月7日にですね、那覇港地方港湾審議会が開かれまして、この
計画がですね、了承されて、また次の段階、国に行くんですけども、残念なことに、那覇港管理組合の議員の、議会の議員の代表の一人の方が、反対をしております。大変残念なことであるんですけども、この那覇港港湾計画の改定ですね、なぜ反対したか理由はですね、わからないんですけども、知事、この辺の部分ですね、確認すべきじゃないんでしょうか。なぜ反対したか。知事、玉城デニー君。一般的に議会、委員会等、その議決に際しては、それぞれの議員の政治思想、心情、考え方にそれぞれ伴っているものというように思います。中丸雅君。この件は、後ほどですね、我が会派の同僚議員が質問すると思いますので、私の感想を言わせてもらえばですね、県議会を代表して那覇港管理組合の議会に行き、そして那覇港管理組合の議会を代表してこの審議会に出て、反対をするというのはですね、そういう個々のですね、問題ではなく、対処交渉からこの公安計画の改定をすべきだと私は自身が思います。ですから、県議会の代表である議員が、一個人、また会派の考えでそれを反対するというのはいかがなものかと思っておりますので、これはいろんな考え方あると思うんですけども、ぜひですね、議会を代表したというこの認識だけお持ちいただきたいなと思っております。休憩いたします。再開いたします。中村雅君。はい、海の安心安全に移りたいと思います。先ほど本部長からもありましたけれども、本当に、この水難事故の数が高止まりで、よくならないで、私もこの初当選以来ずっと追っかけているんですけれども、徐々にですね、対策をしつつあるのかなと。特に、観光スポーツ部はですね、予算もある程度つけてですね、やっていかれる、また県警もそうですし、特に、知事、小市長、いろんな、関係者と意見交換をなさって、そのワーキンググループを作るとお話があったんですけれども、具体的にですね、どういうふうなイメージをお持ちなんでしょうか。休憩でします。再開いたします。知事公室長、加賀津昇君。はい、お答えいたします。このワーキンググループでは、この水難事故発生状況、これをその見える化するためのハザードマップ、システムなど、海の安全啓発ツールの開発状況ですとか、効果的なその海岸監視の方法など、そのいろんな機関でですね、取り組まれているその水難事故防止に係る取り組みを共有したというところでございます。それから先ほども答弁させていただきましたけれども、この一般社団法人沖縄大セービング協会、これについてもそのワーキンググループの中に参加していただくというところと、私も12月にわざわざ来ていただいてですね、いろんなその取り組みを聞かせていただきましたけれども、その中において、非常に我々としても協力していきたいといいますか、連携して取り組んでいきたいと思っていたのが、この一般社団法人沖縄大セービング協会の会員を機動救難所というようなところで位置づけて取り組んでいきたいというところがございましたので、ここは非常に機動性に富んでいる活動だというふうに思っておりまして、そこは連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。中村雅君。加賀さんが知事公室に乗って、やっと重い腰を上げていただいて、本当に感謝しておりますけれども、3月末でいらっしゃらなくなるんですかね。ぜひですね、もしそうであれば、引き継ぎ、ぜひお願いいたします。続きまして、このダイブセービング協会 の、 です、ね、の大会の件で、先ほど部長がですね、なかなかいい答弁をなさってますけど、もう一度決意をお願い聞かせください。文化観光スポーツ部長、宮城次義君。はい、来
ライフセービング選手権大会、役割はですね、ライフセーバーに求められる救助に必要な技術や体力の向上を目的とすること、誰でもライフセービングを始められる活動への入り口と位置づけられること、それからスポーツの魅力を活用してライフセービングを広く社会へ認知させることとされております。また大会種目としては、個人で参加する種目とチームで参加する種目がありまして、自身の身体のみを使った種目や、サーフスキーやパドルボードなどの道具を使った種目、心臓マッサージや人工呼吸といった心肺蘇生技術の正確性を競う種目などになっております。このような大会につきましてですね、マリンレジャーが盛んな沖縄県においては、スポーツコンベンションの推進の観点から魅力的な大会であるというふうに考えております。県としては、沖縄県ライフセービング協会とその意向を確認するとともにですね、スポーツコミッション沖縄と連携して、まあ、先ほどの、情報を深掘りしつつですね、開催条件との情報収集に努めてまいりたいと思います。中村雅君、はい、ぜひ、大会がですね、誘致できるようにですね、お願いしたいなと思っております。あと再質問たかったんですけど時間がありませんけども、街路樹と樹木のですね、病害対策はですね、ぜひ特に松食い虫、久米島の松食い虫のこと、あと赤城のですね、県もですね、もう大変 目に余るというか見ても無残な状況でありますので、これはぜひ対策をよろしくお願いいたしまして、質問を終わります。休憩いたします。